最初にするのは夕飯の準備なんですけど、結構常に料理のことは考えていますね。やっぱり栄養バランスは基本的に考えていることと、品数を5品ぐらいはできるだけ作るようにはしています。夫は結構練習で体重が減ることがあるので、低カロリーかつボリュームがあるものっていうのを、毎日出すように意識はしていますね。基本的におかずは一緒なんですけど、夫のリクエストで夫は玄米、私と子供たちは白米っていうように、そこだけちょっと違うんですけど、他は大体同じものを食べてます。普段はやっぱり子供の話が中心に来るんですけど、幼稚園で何したとか、誰と遊んだとか、下の子だとまだ喋り始めたばかりなので、どんな言葉を言えるようになったんだろうとか、そういう話を家族で輪になって話すっていうのを大事にして食事をしていますね。うちの大事な家族の時間ということで、これからもできるだけ家にみんなが揃っている時間は続けたいと思っています。夫のお母さんが結構食事すごくちゃんと考えてる方で、だいたいいつもフルーツが食後に出るんですね。それで夫からのリクエストで、うちでもちゃんと毎日出すようにしています。体にできるだけビタミンだったりっていうのを取り入れるようには意識してます。やっぱり子供たちもすごい喜ぶんですよね。旬のフルーツだったり、そういうものの勉強にもなりますし、その時その時美味しいフルーツを家族で一緒に食べる時間っていうのは、私たち大人にとってもすごい楽しい時間なので、できるだけ日々欠かさないように意識していますね。もともと夫が体が硬い方だったので、ヨガマット大きいものを購入したのがきっかけだったんですけど、夫がすることによって子供たちが真似するようになって、気づいたらみんなでっていう形になりましたね。いつもヨガマットを開き出すと、それからストレッチの時間が始まって、娘がバレエをやってるので、その日娘が習ってきたストレッチ法などを教えてもらったりして時間を過ごしてます。体を動かしながら家族のコミュニケーションっていうのは大事かなと思って続けています。だいたい9時ぐらいになったら子供たちを連れてお布団に寝かしつけに行きます。寝る前に極力3冊ぐらい絵本を読むようにはしてますね。夫が本を読むこともありますけど、夫は読みながら一緒に寝ちゃうことが多いです。子供部屋から出て、だいたい一度ネットサーフィン始めちゃいますね。昔は結構料理が苦手だったので、レシピを調べることが結構多かったんですけど、最近は他のことも、子育てのことだったり気になることも多いので、そういった方の動画を結構見ることは増えましたね。夫婦で何かその日やった出来事を話したりだとか、子供のことの相談だったり、気になってることをお互い検索して、これがどうとかとか、たわいもない話をする時間だったりするんですけど、その時間に少しお茶を飲んだり、そういうこともしてますね。よし、じゃあそろそろ俺は寝に行きますわ。了解。お休みで先寝ます。その後はですね、最近ライブ配信をしていますね。夫の職業柄、遺跡がある仕事なので、で、そういう時にやっぱり場所を問わず自宅でもできるっていうので、ライブ配信はすごく今の私の生活スタイルに合ってるなと思って始めましたね。あまり着飾らずに、素の自分を皆さんに見せるようには意識してますね。
毎日あっという間ですけど、すぐにやってくる明日に向けてお風呂に入って寝ます。おやすみなさい。これが私のナイトルーティーンです。